はい、どうもズボンです。よろしくお願いします。こんばんはーおおおおおおー。いやー、今日ね、祝い酒だと思ってたんだけどね。ちょっと当てが外れたんで。 はい。今日はお茶でいこうと思います。もし皆さんよろしければグッドボタンを押していただけると嬉しいです。もうちょっとでね。100人のね。めいちゃんこんばんは、ありがとう。岡本さん、ズボンさん、アン皆さんこんばんは。まっ <laughs> さんありがとうございます。こんばんは。ということでね。はい。今日もやっていきましょう。安典さんこんばんは。リささん、ズボンさん髪がさっぱりすごくいいです。ありがとうございます。ちょっとね、もうお風呂入っちゃったから全然セットしないんですけど。なんかね。はい。朝起きたらね、あの、髪が全部溶けてました。はい。なんで一本一本ね、植えました。はい。うん。 よし、みんなありがとう。こんばんは。ありがとう、ありがとう。はいはい。グッドボタン押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。もう100人たった。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなのよ。前髪ですね。前髪実は結構ね、これね。なに、こっちか。 こ,こうするとね、結構パッツンなんですが、これでこっちの方がいいこっちの方がいいかな <laughs> はい。よろしくお願いします。そうなんで、またね、紙が溶けちゃってさ、一本一本朝さ植えたんですよね、はい。約、なんだろうな、8000本ぐらい植えました。はい。よろしくお願いします。はい。OK。やっていきましょうっていう前に、ね、乾杯しましょう。はい。乾杯乾杯乾杯。今日もね、あの、すいません。祝い酒のつもりだったんですけどお、お茶、お茶、お茶にします。はい。アギンソンこんばんはありがとう。はい。 かまぼこさん、こんばんは。ありがとうございます。皆さん、すみません。言,言ってなくて。はい、はい、はい。OK。みんなね、今日もね、いろいろあるからね、やっていきましょう。今日はね、全部で、えっとね、B18 チーム、あと B2 ね、ちょっと2チーム扱おうと思いますんで、よろしくお願いします。えー、オフシーズンでね、バスケロスの方のために、レバンガ、北海道、ブサのズボンが B リーグ情報を通じて、皆さんとね、交流するチャンネルです。はい。 OK, みんなありがとう、こんばんは。はい。えっ、ー、とね、まずいつも言ってますけれども、グッドボタンとね、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、えー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい。でね、えっ、ー、と、あの、フリー素材ですんで、はい。フリー素材なので、はい。好きなようにスクショ撮ってもらって、好きなようにね、投稿していただいて大丈夫ですんで、ハッシュタグズボンのバスケでつけていただけると見つけやすいので、はい。絡みにいけ,いけますんで、よろしくお願いします。お寿司のやつさん、今日もねズボン、ズボンさん帽子がないです。帽子はね、全部溶けちゃいました。はい。で、溶けちゃったんで全部食べちゃいました。はい。 OK。そしてね、はい。あの、今日話す内容は全部が動画のね、概要欄にあかますんで、うん。あのね、次何話すのかなとかね、あの、気になる方は、はい。あの、概要欄見ながらね、見ていただけるとスムースかなと思います。はい。と、皆さんからのね、サポートお待ちしてますので、よろしくお願いします。OK。じゃあ、行こうか。もう200、300人弱の方ですね、来ていただいてます。ありがとうございます。グッドボタン押していただけると嬉しいです。はい、はい、はい。皆さん、こんばんは。ね、はい。 あ、加藤さん来てる、こんばんは。浜田さんも来てるごめんね、全然見逃しちゃってて申し訳ない。こんばんは。皆さんこんばんは。ありがとう、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 ありがとう。ありがとうはい。えーっと、まずね、こっから行きましょう。秋田農山ハッピネツですね。はい。昨日ね、あの、お話ししててさ、おいさ、おいさが入ったねっていうさ、話をしててさ、あ、おいさ2年ね。書いてなかったが2年書きましたよ。おいさ2年。はい。 で、まあ、ここで13人なんで、まあね、えっと、ロスター固まりましたね。でも、まあ多分、コールビーが IL 入ってるんで、えっと、多分ね、その最初の段階でコールビーで、あの、ロスター入れないんで、まあもう一人ぐらい外国籍獲得するんじゃないかなって昨日ちょっと話してね、見直したのを <laughs> ちゃんと話してまして、はい。やっぱ案の定、えー、もう今日ね、すぐに新しい外国籍をね、はい、獲得しました。そう。外国籍4人なんですけれども、えっと、コールビーがね、えっと、インジャリーリストって言って、怪我のね、リストに入ってるんで、 その怪我のリストに入っていると、新しくね、その間は外国籍選手もでもね、えー、獲得できるっていうね、ルールがあって、うん。で、最大この IL にはね、2人だけは、2人入れるってことになってますんで、今の段階でね、IL に入ってるので、もう1人、えー、コルトン・アイバーソン、アイバーソンだってよ、はい、アイバーソンというね、えー、選手を獲得しました。ね、平さん、アイバーソンって、って言ってね、はい、はい。小田さん、そう、ガチガチのセンターですね、はい。えー、ちょっとね、えー、昨シーズンのスタッツ見たら、<coughs> えと36試合の出場で、あれどこでやってたんだっけ、えっ、ー、と、オーストラリアか NBL でやっていて、36試合の出場で26分の出場で、えっ、ー、と、平均8.8得点。うん でえー、とリバウンドが8.6リバウンド、これがすごいよね。うんうんえーね、2m12cm の選手なんで、まあ、7フッターね、まあ。国内だと今ね、いないよね。ダニエル・ミラー 2m10 あったっけ、うん、?2m10 ある選手ってあんまりいないんで、うん、すごい大きい選手ですね。はい、で、スリ、ねあのーがないということで、スリーは,い、3はあの打ってない選手ですね、はいで。ハイライトも見たんだけれども、結構やっぱり、えー、とピックアンドロールからダイブするみたいな感じでね。 優秀だけどもポップがないんで、まあシフトロールとかもあんまあしないでねペリメーターとかもあんまりなくて本当になんかもうゴールスがゴリゴリっていう感じのね、えー、センターかなっていうふうに思います。うん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 。 えー、知念さん、そう、コールビー来たら誰か対談しないといけないんですよ。そう、いけないんですよね。いけないんですかいけないんですよ、そう。あのね、同時に4人はね、えっ、ー、とア、IL に入ってない場合は契約できないんで、誰か1人はね、抜けなきゃいけないので、まあ、ここにいるアレックス・デイビスはまあ、でも2年契約か。はい。ジョーダン・グリーンか、まあ、えー、このコルトン・アイバーソンか、もしくはまあ、コールビーの状態によってはコールビーが対談いうことも考えられるんで、うん。まあ、この3人のどれ誰かがね、抜けるっていうふうにはなるよね。はい。ま、新州のマッシア2メートル11か。そっかそっか、ありがとうし ててくれうクーリーよりも細いけどね、細い、2m11cm で 116kg なので、そんなにあのがっちりした感じでね、ま、写真とか見てもそうだけれどもね、うん、まあ、えっ、ー、とー、そうだね。うん あ、そうそう、ズーさん、スペイン時代サイズの控えだった。そう。なんか、あの、トーミンさんってさあの、ヨーロッパのバスケに詳しい人がいるんですけど、が書いてたんだけど、18、19シーズン、えー、サイズとね、スペインのチームで、えっと、同じ、同じ、同じチームでね、プレイ、プレイしていた、うん、チームメイトだったっていう感じですね。はい。加藤さん、バチンスキー2メーター16とかじゃなかった。結構でかいよね。うん、まあ、間違いなく、あの、B リーグに来た選手の中で一番いのハシムサビートです。ハシムム、んサビ、んハシムム、んサビート ハシ,ハシムサビートサ,サビートハシムハシムサビートか。うん。ハシ,ハシームサビート漫画だよね。うんうんうん。なんで、はい。まあ、それもね、2メーター21ぐらいだったっけはいはいはい。まあ、冗談鉢好きよりもちょっとちっちゃいぐらい。はいはいはい。うんうんうん。っていう感じで、まあ、13人で収まると思って、ここ13人でね、僕、ここ作ってたんですけども、1人ね、ちょっと追加しなきゃいけないってことになっちゃったんで、はい。他のチーム、ちょっとね、14人分の枠がありますけれども、はいはい。そうだね。うん。<laughs> まあそうだね。ケ造さん、グリーンかアイバー、アイバーソンね、調子見てたいな。まあグリーンが3もあるし、っていうことを考えると、使い勝手はいいのかなっていう気はして、で、まあ日本でもね、まあ福岡で、まあ1年じゃないけれども、はい、えー、シーズンほぼほぼ戦ってるって実績がありますんで、うん。まあやっぱここまでのね、そのコービーが復活、ま、するまでの2人のね、様子を見ながら、まあ決めるんじゃないのかなっていうふうにはね、思いますね。はい。 えー、一席前のハーデンさん。バチンスケ2メーター18か。ありがとう。ごめんなさい。はい。<laughs> そんな細かい数字まで覚えてなくてごめんなさいね。すいませんね。はい。うん。えー、あーああいや、でも楽しみですね。うん。で、まあ、その1年前の、その、えっ、ー、と、ユーロリーグでやってた時は、えー、ユーロリーグで26試合の出場で、えー、で、えっ、ー、と、ポイントが5.6得点。うん、うん、うん、うん。っていう感じなんで、まあ、リバウンドが4.6。まあ、レベルが高いからね、ユーロリーグはね。うん。まあ、出場時間も16分なんで、 でえーとね、昨シーズンの NBL に比べると10分以上少ないんでね、まあ、もちろんです、ね、相対的に数値は減るかなっていう感じですけれども、はい、いやまあだから、ディフェンスがねディフェンスローテーション秋田に対してディフェンスローテーションでガードの選手とかがねローテーションで間違ってついちゃったりとかしたらもう簡単にやられちゃうと思うしねあの日本国内であれば多分あのリバウンドはあの鬼,鬼無双するんじゃないのかなっていう,ふうに思います。けれどもはい ちょっと前髪が変だな、やっぱり。<laughs> はい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 。うん。まあちょっとね、えー、どんな感じになるかわかりませんけれども、非常に楽しみですね。うんうんうん。 まシュさん、ズボンさん、無理なお願いかもしれませんが、ポジションも一緒に記載していただきました。そうね、ちょっとそれやりたいよね。はい。えー、時間があればできる限り皆さんのそういう声にはね、お答えしたいなと思いますんで。おーコブさん、スーパーチャットいただきまして、ありがとうございます。最初、クーリーのハイライト見た時よりも、えー、やりそうな気温印象を持ちました。あ、そうなんだ。クーリーのハイライトってあんまりあったんだ。そっかそっかそっか。いやー、あれですよ。あの、ね、あの、スーパーチャットなんで書かせていただきます。コブさん、いつもありがとうございます。334、どういう意味があんのはい。 よいしょ。はいはいはい。7083。7083。7083。はい。わかんないけども。はい。琉球ブースターです。<laughs> 初めてのコメントです。いつも楽しく見てます。ありがとうございます。はい。琉球ブースターの方多いよね。本当に琉球の方は、本当にいろ、ね、YouTube、すごく一生懸命、一生懸命つか、ね、熱心に見てるくださる方が多いんで、本当に僕は嬉しいです。はいはいはい。よいしょ。こっちに書こうか。新しくね。はい。 コブ、えー、さん、脇の下をキープしました。はい。コブさん、脇の下をキープしましたね。はい。コブさん、書かせていただきました。はい。おー、おー、おー、コブさん、3、3、4はみんながよく知ってるはず、どういうことみ、み、み、どういうことはい、はい、はい。渡辺さん、ロシターファンです。よろしくお願いします。おー、いいっすね。うん、うん、うん、うん。カントさん、はい。えーと、2人とも良かった時誰カットするんだろう、コールビー。まあ、コールビ、ー怪我次第だよね。はい、はい、はい。え <laughs>、え、何、ボクさん。 ズボンさんパクセロイって何パクセロイって何はいはいはい いやそうねあ、あさっての女子さん、新加入のね、外国籍のね、特集。あ、それいいっすね。ちょっとなんか後でメモしとこう。はい、はい、はい。お寿司のネタさん、イ 3, 3、4、阪神の、阪神ファンの黒レシキ全然知らないわ。申し訳ない。はい。大輝さん、えー、川崎ブスターです。始めてきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな感じでやってますね。皆さん、よろしかったらグッドボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録までしていただけると嬉しいです。はい。天さん、えー、スーパーチャットいただきましたありがとうございます。祝、カルファニウルグアイ代表選 本当ねそうねカルファニがウルグアイ選出ですよはいあのー、群馬に行くのかなと思ったらなんか違う代表になってたねはいはい天さんありがとうございます書かせていただきましたはい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  オッケーパクセロイって何 <laughs> パクセロイって何パクセロイって何ちょっとごめん。ちょっと意味がわかんない。意味わかんないわ。ごめん。え、めいちゃんもパクセロイだと。セロイってどういうことあれ何え、え、え。松本については皆さん、あの、ちょっと誰か、あの、書いてください。松本、松本については誰かが説明してください。はい。お願いします。はい。オッケーじゃあ次行きましょうか。<laughs> 群馬クレインサンダーズは野本健吾選手のね、えー、獲得を発表しました。秋田さっきのね秋田のザ・ハピネスからの移籍になります。はい、はい、はい昨日ね、あのー、<laughs> いや本当みんなお探しでしちゃってごめんなさいねっていうかまあ、僕以外もさ、僕が言う前にもねカルファニーカルファニーって書いてたんで、多分みんなカルファニーだと思って。 と思うんですよ昨日のね、群馬のリリース見てさ、えー、9時ぴったりでさ、あのー、ね、あのー、21番のね、雷のね、あのチームの選手が来るんじゃないのかなって、多分みんなと思ったんだけれども、はい、いやー、ねえ、MY さん、そのとでカルファニって言ったやつ誰だよね、本当にね。<laughs> カルファニじゃなかったっすよ。カルファニじゃなかった。いや、いや別に野本くんが悪いっていうことは全然ないよ。野本くんが悪いっていうのは全然ないですけれども。 いやもう本当俺はもう9割9分カルファニーだと思い込んでしゃべってたからね9割9分とかもう100%カルファニーだと思ってさ言ってたからさカルファニー来なかった <laughs> カルファニー来なかった <laughs> カルファニー来, <laughs> 来なかったよ <laughs> 困っちゃう朝起きたあれってね <laughs> はいはいはいいやでも野本選手のねあの補強,補強と言いますかはい移籍はすごいんじゃないですか、うん、野本君ね、えー、今シーズンは58試合通常4試合スタメンで14.6分の 出場3.5得点、えー、2.8リバウンド、立派だね、1.2アシスト。うん、まあね、秋田は3シーズン目でしたけれども、だんだんとね、プレータイムが伸びていったりとか、得点とか、まあ、スターが伸びていったんだけれども、なかなかやっぱどうしてもね、役割的に外国籍のえー、とねあのサブみたいな感じになってしまうので、うん。という感じでね、うん、大輝さん、あれはカルファニーだと思いますよ。そうだよね、本当にね。うん、ビバビーバさんの元はいい補強。そうね、うん。 おちゃんは思わず朝からすっこんな。そうだね。カルファニじゃないんかーいってなったよね。<laughs> そうそうそう,そうあ。ごめんなさい。松本はね、あの、カルファニのあだ名です。松本さんね。カルファニのことみんな松本さんって読みます。はい。ナミさんズボンファミリーがずっこけたさ。ねそうだよね。<laughs> であの画像やあのさ、リリースからさ、野モトって 選手ってのは全く予想できないじゃん。全然匂わせでも何でもないじゃん。もう一回見直したの。文章を見いたり縦読みしたりとか、なんかいろいろ考えてみたんだけど、何、どこにものもと要素がなくて、のもとってわかんないよねと思って、皆さん今日のを見ました今日もね、9時、21時ぴったりにサンダ君がね、リリースしてた、リリースじゃないや、えっと、ね、投稿してたんだけれども、はい。えっと、なんだっけみんなの好きな季節は何かなみたいな、はい。 みんなの好きな季節は何かなっていうね、はい、そういうあのちょっと匂おわせといいますか、はい、問いかけをしてね、三田君は今日寝ましたけれども、はいはい、まあ、季節といえば、季節がつく選手って誰かいた 誰かいた誰かいたうん、うん、うん、うん。はい。まあ、そうだよね。まあ、みんな、大樹さん、吉井さん、お寿司のネタさん。はい。書いてくれ。ま、まきさんも書いてくれ。ね。アキチェンバースじゃないのかなね。っていうふうに思っちゃうよね。みんなね。はい、はい、はい。いやいや、めいちゃん、2メーター1センチで、なるでだよ。2、1、あ、時ってことそんなわけないでしょ。じあ、アキチェンバースも2メーター1センチだじゃん。<laughs> あ、紅葉、紅葉。 ゆうきさん、それあるかもしれない高橋紅洋高橋紅洋紅洋ってことで。 アキチェンアキチェンうーん。ハ山、ヤマ、ハ晴、ヤマ。ハルヤマじゃないかね。あれはハ山ヤマケビンだからね、カントさん。ハーレですかね。ハーレはい。ハルミさん、スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。カルファに来なかった。シクシクシク。はい。ハルミさん、ありがとうございます。書かせていただきました。紅葉ね。紅葉の線あるかもしれないね。うーん。まあ、普通に考えれば、マキチェンバースかなっていうふうには思うけれどもね。はい。 まあ、秋チェンバースかもしれないってことで、まあ、カルファニーかもしれないっていうことでね、さっき KWK さんもね、あのー、カルファニー、カルファニって書いてくれたからね、はい。明日こそカルファニ、はい、はい。えー、こまっちゃん、秋の奥さんが群馬のインスタフォロー、すごいね、みんなそういうとこまで見てんの <laughs> そんなとこまで見てんの、みんな <laughs>。 奥さんとかがっていうことはいはい。夏はって誰な、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 なって誰夏なって小田さん。夏なって誰前ね、八王子、東京八王子ビートレインズに夏くんっていうね、夏たつあきくんだっけっていうね、選手がいましたけれども、はい。夏くんって言いたけれどもね、はい。ああ、<laughs> ジェイソン・キッドさん、ハルファニ <laughs> ハルファニって何 <laughs> ハルファニって何 <laughs> 春ルファニーは面白いね。はい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 。タ、え、カ、ー、さん、ロスター確定したら群馬の候補さんをお呼びしてこの場で答え合わせしましょう。それ面白いかもしれないね。はい。松本ウルグアイ代表ね。はいはい。ウルグアイ代表おめでとう。ちょっと楽しみだね。まだ予選予選だよね、多分ね。<laughs> あれだよね。あの本然あ、オリンピックではないよね。うん。<laughs> えっと、小田さん、夏ファニー。ー <laughs> 何でもいいじゃん、もそしたら。はい。 ということで、皆さん、ちょっと昨日は本当にお騒がせ、昨日でか、今日、今朝ね、お騒がせしました。すいませんでした。はい。ちょっと反省しました。もうなんか、いや、でもちょっとルール守ろうよ。もうちょっとさ、あのさ、なんつうの、整合性取ろうよ、群馬さんってちょっと思ったよね。はい、はい、はい。あー、<laughs> えっと、経営のさん、ジョシュ・ハルールソン。<laughs> 名前変わっちゃってるし、もう経営が決まってるし。<laughs> なんかさ <laughs>。 コリンセックストーンさん、冬ファニー。もう何でもいいじゃん、その梅雨ファニー。ユキさん、梅雨ファニー。大喜利になっちゃっていじゃん。トランキーロさん、大喜利って書いてるし。<laughs> はいはいはい。みんな面白いね。ありがとう。本当に書いてくれて。はい。うん。まあそんな感じで。<laughs> はいはい。そうそうそう。そのルールちょいちょい変えてくんだよね。前はだってさ、あれじゃん。その、足し算じゃなくてさ、下の時間だけでさ、やってたじゃん。その、あの、なんだっけ、えっと、キーナン。キーナンが40でさ、足し算するまで40分じゃなくて、ね、なんか足して、えっと、19と21足して40みたいな感じで、急にそっからルール変えて。で、新加入だからね、多分またルール勝手に変えて。うん、うん、うん。 いやちょっと、ちょっとどうなのみたいな感じになってますよね。はい。小田さん、でももう湯豆腐の話はいいよ、今日は。今日はしないよ。<laughs> はい。はなみさん、いやいや、ずっこけも楽しいね。ずっこけましたよね、みんな。ほんとね。カルファニじゃないんか。<laughs> ってね。ほんと思ったよね。はい。OK。はい。みんなありがとう。ほんとに面白いね、みんな。はい。OK。じゃあ次、行きましょうか。 ね、やっと出ました。はい。えー、ー新潟アルベレックス BB ですけれども、大谷選手、星野選手、ロスコアネンのね、3選手の契約継続を発表しました。うん。 いやーね、昨日ちょっとね、あの、僕ちょっと荒ぶっちゃってなんかちょっと何も内情知らないのになんかね、ちょっと詰めすぎたんじゃないのかなと思ってね、ちょっと反省したんだけれども、でもまあみんな、みんながね、思ってることのをね、代弁したかなっていうふうにちょっと自分でなんかそれはね、自分で納得しちゃいましたけれども、はい。いやーちょっとね、はい、ーえっと、やっとね、まあ高校でもだからほぼね、 広島にしろ、琉球にしろ、えっとね、日記もきょきゅきき決まったけど、京都にしろ、きゅうきゅきゅききっちゃった、京都にしろね、さっきあった秋田にしろ、もうだいぶロスターが固まってきた中で、誰一人契約選手を発表してなかった新潟さんですけれども、い昨日しれっとね、福田ヘッドコーチの対談を発表しまして、今日ね、3選手の契約継続を発表しました。うん、高見さん、ズボンさんの圧力、そんなことないよ。あ、ネオさん、新潟来たね、昨日 ねネオさんね新潟ファンです苦しいですってね言ってたからねよかったっすねはいはいはいあれこれなんて読むんだろう紅さんって読むの プレナイアさんいとね、平岡コーチ、えー、なんか、えー、新潟の、ね、新聞によると、まあ、これもチームが正式に出してないんで、ここには書いてないですけれども、えー、平岡コーチ、あの元群馬、えーえー、今シーズンまで群馬にやっていた平岡さんが、えー、新潟の、ね、指揮を取るっていうことが、なんか内定濃厚濃厚内定なんかそんな感じでね、決定じゃないけども書いてありましたね。うん。平岡さんね、あのプレイヤーとしても新潟で長くやって いてそのままね新潟のアシスタントコーチになって1シーズンだけ茨城行ってその後ね群馬に行った感じなんで、まあ、一番新潟が、まあ、あの平岡さんにとって一番慣れ親しいんだというか、まあ、思い入れもあるねチームだと思うのでまあ まあまあちょっとね、はたから言うのもなんだけれども、新潟ちょっと今大変。うん、実際ね、あの大家君もちょっとこの逆境みたいな感じでね、あのわざわざ自分で書いていたので、まあ簡単な感じではないとは思うんですけれども、はい、えー、まあ、そんな状況で、まあ平岡さんが助けをね、助け船を出したっていう感じになるのかなっていうふうに思うけれどもね。うん、うん、うん <laughs> はい、お寿司のねさあおれ中岡にロスコの銅像を立てないと、はいはいはい、そうねうん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  いじまさんでいいのかないじまさん。ノーミュート選手が残ってほしいです。新潟ファンです。ありがとうございます。そうだよね。うん。これでまだ出ていないのが、えっと、ミューんもそうだし、池田選手とか、あと、あれか、君竹けとかね。うん、出てないですね。はい。まあ、ちょっとどうなるのかなっていうふうにね、うん、思います。はい。コブさん、新聞が書くってことは、確定演出,定演出うん、確定、うん、演出ってわけじゃないけど確定じゃないですかね。うん。あ、あと西田君もそうか。マキさんね。うん、うん、うん。 えーっと、大田さん、そう、親子のコメントね、ちょっと考えさせられましたよね。うん。まあ、いずれにしろ、まあ、チームが動き出してる、なんかね、ちょっと変な風になってない、まあ、なってるのかもしれないけれども、はい。まあ、動き出したってことは本当に良かったな。ちょっと安心したなっていうふうにはね、思いました。うん、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 うん。はい。 ええと、ま、あそうだね。ま、あでもね、あの、大矢くん、ん大矢くんって新潟出身だよね。大矢くん新潟出身だよね。大矢くん新潟出身で、えっ、ー、と、あれだもんね。そうだ、新潟出身ね星野くんも新潟出身。ロスコアレンは多分新潟出身じゃなくてハンガリー出身。うん、うん。なんで、まあ、えっ、ー、とー、 なんつうんだろうな、まあやっぱ若い、えー、地元出身の選手2人が、まあ大くんでもまあ,あのプロ2年目ではあるけれどもね、26歳か、うんうん、がまず発表から発表したっていう感じですよね、うん、まあどれだけ、まあ、新しい選手入ってくるのか、ちょっとまだこの段階ではなんとも言えないし、チームの編成もなんとも言えないしね、あれ、フリーズしちゃった固まっちゃった大丈夫 大丈夫固まっちゃった大丈夫こっちの方ではなんか何も問題なく出てるけれどもなんかフリーズって書いてあってちょっと心配になりましたはい、えー、めちゃ選手は応援しますまあそうですよねまあ、その気持ちはめちゃめちゃあります、はい、小田さんアレンドサンコだったデモンブルックスはドサンコだよね多分ねうんうんうんはいアレンもドサンコだったか実ははい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  えー、あ、大丈夫。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すいません。申し訳ないです。なんかすいません。ありがとうございます。もう満体 <laughs> ありがとうございます。はい。いやー、そうね。うん。まあちょっと、今の段階ではね、この後のシ,シーズンのね、まだそれを話すっていう段階ではないかなというふうに思いますけれども、まあちょっとずつ出してくるんじゃないのかなっていうふうに思いますんで、はい。えー、楽しみではありますね。はい。 えー、次行きましょうか。信州ブレイブウォリアーズですね。はい。あの契約の選手ではなくて、佐藤拓也選手の、えー、引退をね、発表しました。うーん。はい。 いやあ、あれですね。ちょっと待って。えっ、ー、と、これ、これ数字出そうと思ったら出しなかったな。よい,よいしょよいしょよいしょ。はいはいはい。佐藤選手ね、なんか、あの、僕は B リーグからのね、ファンなんで、あんまりこう、なんか昔のことは知らないんでね、三菱とかにはいましたけれども、やっぱイメージが強いのは信州と、えっ、ー、と、<laughs> えっと、B コルうん、ビーコルのイメージが強くて、はい。うん、それ考えるとね、まあ三十六歳とかだっけ、もうね、うん。まあ、えっ、ー、と、ゼロ七年からプロプロっていうか、まあね、えっ、ー、と、一部リーグでやってますんで、うん。で、まあ、百九十八センチのね、四番選手、日本人ビッグマンっていう形でね、え長くやってきましたけれども、この度引退ということで、お疲れ様でした、本当にね。うん、まあなんかね、あのー、いいよね、なんか、いい感じだよね、なんかね。<laughs> いい感じの。 選手っていうのも,もう僕、アリーカップで1回、信州に行ったんですよ。あのレバンガが地震で来れなかった時のアリーカップ、この話何回かしてるけども、その時にね、信、まあ、州の試合やってて、隣で見てる女の子がね、あの佐藤選手のファンみたいで、なんかあのー、 あのバチとかつけててさ、うん、多分新州に来て最初のシーズンかな。うん、でね、あのー、まあ、アリーカップそんなに人多くなかったんで、試合終わった後ね、わざわざその人のとこまでね、さ佐藤選手来てさ、あの一言二言話してさ、帰ってってさ、あ多分長い昔からのファンだった佐藤選手も知っ,てる知ってたと思うんだけれども、いや、本当にいい人だなと思って、普通に。うん、試合終わった後に、ね、わざわざ来てくれてさ、うん、いや、いい人だなっていう風に思った印象がめちゃめちゃあってさ、うん。いや、だからちょっとね、えっ、ー、とー、まあまあ、まあ、年齢的なことを考え 考えればっていうのもあるかもしれないですけれども、はいえー、一番出てたシーズンで NBL の時の和歌山で20分ぐらい、ね、出てい,またい,たいたりとかもしましたんで、うん、ルーキーシーズンとかも、ね、20分以上出てたりとかもしていたので、はいまあ、だんだんと、ね、ちょっと,、えー、とプレータイムが少なくなって、でも横浜では16分ぐらい出てたからね、本当、主力のね,ね、58試合中40試合スタメンだったりとかもしたんで、うん。 なんでね、だからそう考えると、まあ、ね、えっ、ー、と、まあ、そうか、B リーグ初年度は京都にいたのか。うん、うん、うん。あ、そこ横浜1年しかいなかったのか。うん、うん、うん。横浜の意味なんか海賊っぽくない佐藤選手って。<laughs> 海賊っぽくないってなんかおかしいけれども。はい。海賊っぽい感じがするんで、なんか B コロのイメージがすごい強いんだけれどもね。うん。いやー、でもちょっとね、はい。いやー、お疲れ様でしたっていう感じですね。三菱にこう2シーズン出てないのは怪我なのかな誰か怪我あ、平さんかな怪我で長く辛い時期ありましたね。 それ2シーズン、まるまる出てないシーズンがあるんですけど、09年から1011年、出てないんだけども、うん、はい、うん、そんな感じなんでね、はいえー、っと本当お疲れ様でした、まあ、どういうキャリアねこの後歩むか分かりませんけれどもね、うんまあ、頑張ってほしいですよね。はい ということで、小田さん、海賊っぽくない違う。山賊山賊っぽくいい。山賊っぽい。それは新州にいるからじゃない。<laughs> 海なし県だしね。はい。はいはいはい。はい。ということでね、まあまあまあ、今シーズンね、まあ、他にも引退した選手もいますし、まあね、必ず誰かしら毎シーズンね、引退するので、うーん、まあ寂しいことはありますけれどもね。 はい、えー、次行きましょうか。新法住川ですけれども、はい、ええー、とね、富山、富山クラウジーズから橋本康介選手を獲得しました。うん、いやね、今日ちょっとサムネイルにもしましたけど。 でかいよね <laughs>。シェーファーと橋本康介がいるってすごいチームじゃないっていうふうに思わないはいはいはいで。昨日もね、あの湯豆腐あ、湯豆腐じゃない、間違った湯豆腐選手獲得っていうね、リリースがありましたし、うーん。 いや、びっくりと言いますか。え、これなんか噂とかあったのみんな。僕、全然そういう噂に耳貸さない人間なんで、あの、あんまり知らなかったけれども。はい。なんて言ったって、でかいよね、関東、関東さんね。うん、うん、うん。そうそうそう。お寿司のネタさん、はしこを3番ポジション使います。僕、そう思いましたね。もともとやっぱ代表でも3番だし、まあ、彼が多分一番、その、移籍するにあたって、優先したのは、えっ、ー、と、自分が3番として活躍できるチームを探したんだと思う んだ,ようん、だから富山を出たのかなという感じがします。うんうんうん まあ、富山もね、えっと、まあ、今、外国籍二人じゃないですか。で、日本人ピックマン的な人はいなくて、まあ、小野竜もいるけど、小野竜も入ってるけど、3番選手っていう感じなんで、まあ、使われ方としてね、4番っていう感じにどうしてもなっちゃうかなっていうね、感じがしたので、はい。まあ、それ考えて、彼がね、この後のキャリア進めていくために3番でね、やりたい。まあ、代表とかでもね、そうだと思うし、まあ、そういった時を考えた時に3番ポジションでできるチームということで、三河は、じゃあ3番で使うよという話になっ あったのかなっていうふうに思います。はいはいはい。まあ、そうだよね。うんうん。いやめっちゃあのご質問さん,んコメントありがとうございます。えっ、ー、とそうビッグラインナップというか、そうね。だからえっ、ー、とガードがまあユ,ユトフ。 まあユトフかガードなどっちかでしょうん、で、えっ、ー、と、4番、アービー、3番、橋本、で、まあ、1番、2番で、まあ、コリンズワースと外国戦、ああ、外国戦、日本人のガードだったりとか、ウィングの選手みたいな感じにすれば、相当でかいよね <laughs>。相当でかいよね。うんうんうん。まあ、そう考えると、やっぱり、えっ、ー、と、橋本選手がここに入ったことによって、三釜のバスケがさらにさらにね、まあ、今シーズンでもそういうラインナップね、コリンズワースがいることで、あとシェーファーがいることでね、 ういうことが可能にはなっていたけれども、うんまあ、そう考えるとね、えー、ちょっと面白くなるんじゃないのかな。うん。まあ、毎回言ってるけどね、ウィングがスカスカっていうね、案件なんですけれども。はい。あ加藤さんとなんか近藤さんが絡んでるけど、ごめんなさい、近藤さん存じ上げないな。はい。<laughs> 加藤さん、ありがとうございます。加藤さんね、闇か愛いい、いいっすね。面白くなりそうっすね。うん。 まあ、そのウィングがね、ちょっとまだいないっていうのとね、やっぱり <laughs>、まあ、絶対 S、金丸浩介が、はい、えー、いないということで、うん。あ、いないとか、ごめん。あの、<laughs> ね、まだ発表がないっていうことで、どうなるのかなっていうのはありますけれども、はい、はい。パパさん、こんばんはいつもありがとうございます。遅刻しました。全然いいですよ、ね。寝てましたかうんうんうん。はい。 いやー、そう,そう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 、知念さんね、コリンズワース隅の、えー、橋本シェーファーガードナーね、うん、そういうラインナップも全然組めるんで、はい、まあ、それ考えるとね、すごいことですよね、まあ、金丸くんが来たらも、よりすごいなっていうふうには思うし、うん、まあ、いずれにしろ、あと、えっ、ー、と、これで11人、十 ?10 人か、これ、西、ローヤと10人だもんね、これで10人なんで、まあ、あと少なくとも2人は契約するとは思われるんで、うん、 まあ、どんな選手を入れてくるのかな。まあ、ガードは OK でしょ。長野くん、柏木さん、細やっているからね。うん。あと、ウィングだよね。だから、あと2枚、えー、ウィング欲しいかな。うん。ビッグマンとかはもういらないよね。っていう感じなんで。はい。どうだろうね。はい、は,は,はい、はい、はい、はい。 えーっと、ー浜家さん、<laughs> 浜家さん、あ浜家さんね、英雄さん、こうすけよろしくお願いします。そうだよね。まあ元々、ね、もともとね、栃木が育てた人ではありますからね、4シーズン、あ5シーズンか、ね栃木にいたからね。うんはい、えー、ちょっとこれでどうなるのかなっていうふうに思いますし、まあ、昨日ね、話した湯豆腐こと湯豆腐選手、はいもうなんかね、面白そうな感じなので、はい <laughs> ちょっと楽しみだしね。うん。まあ、ちょっと今まで以上に早いバスケが展開することもできるし、えっ、ー、とね、柏木さんみたいな感じねいるから、まあ、ちょっと落ち着いてちゃんとハーフコートバスケして、ガードナーにやらせるとかそういうこともできるし、うん。いや、3番橋本康介ね、もうハマりだしたらやばいなっていうふうにはね、思うんで、はい。あこしょさん、こんにちは。はい。その通りですね。4より3で使いたい。まあね、シェファーがいる時点でね、うん、そうなのかなっていうふうには思いますね。はい。 OK!KWK さん初優勝見えてきた。そうね。今シーズンあれだったけれどもね。今シーズンもいけるかなと思ったけども。もう一段階ね、レベル上げてきたけども、そのためにはやっぱり金丸康介は必要じゃないのかなっていうふうにはね、思いますけれども。うん、楽しみだなっていうふうには思っています。はい。いやー、皆さんよろしかったらね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。はい。 えーっと、おお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 ,おそうね、こまっちゃん、そう,そうそう、伝説、伝説の千葉線はこうすけなしでかね <laughs>。はい。えー、っと、あれね、えー、っと。 なんだっけ、えっ、ー、と、ダブルオーバータイム、ダブルオーバータイムだっけ、うん、マブンガがね、47点ぐらい取った時ですよね。で、橋本航介が本当、スをね、ディープ3を決めまくるというね、はい。えー、あれの試合は楽しかったですね。もしかしたら、あれじゃないですか、あの、ベストバウトって言ってもいいんじゃないですか、今シーズン。うん。トランキードさん、鈴木君和ヘッドコーチはベージュまで言います。まあ、たね、この間も言ったけども、あと100年ぐらいはヘッドコーチやるんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってますよ。はい。 はい。OK、行きましょうか。 はい、えー。シガーレイクスターズですね。えー、新潟アルビレックス BB からカシワグラー、鉄平選手を獲得しました。ワグラーですね。ワグラー。はい。まあ、もともとアスフレにいてね、アスフレで4年やって、まあ、主力でね、頑張ってましたけれども、今シーズン、えー、新潟に移籍して初 B1 ということでね、54試合の出場で13試合スタメン、19.9分。立派だね。20分ね、えー、と、プレイタイムがあって、4.4得点、えーと、お,お、お,お,お、お、 アシストが2.5。うん、すごい。はい。というね、まあ、成績を残してますけれども、ショット確率が、あ、でもショット確率そうでもないんか。うん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 いやー、でもそっか、ずっと3割ちょっとだったのかえっ、ー、と、B1 でもね、同じぐらいのね、確率決められてるので、来季もっと決めてこれればいいかなっていう感じだよね。うん、はい。お寿司のネタさん、うグラー。これは素晴らしい補強ですよ。はいはいはい。えー、小田さん、林と涙のお別れしゃね、まさかの同じチーム。 そうねね <laughs> そうだよ、ね、はいはい,、はい、いやーちょっとねこれえっとまあ新潟から林くんと和倉入れてえー、っと広島からね森山くん入れてうん、えー、でねあのまあルイスギルがえー、っとね渋,渋田くんと川俣くん入れて連れてきてっていう感じでうんまあちょっと とどうかなっていう話もね、この間しましたけれども、うん。まあ、なんとなくコンセプトは分かるようだけれども、みたいなちょっと感じがするんだけれどもね。うん ま、どうなんのかなっていうのがあるんで、はい。えっ、ー、と、ちょっとね、えー、ちょっとシガは、まだ読めない。まだ読めない。うん、あと3人、マックス3人契約できますけれども、外国籍、あ,あと4人か。村上選手がね、山形レンタルなんで、あと4人契約できるんで、うん、あと1人外国籍誰なのかっていうのとね、うん、だいぶチームが変わっちゃってるからね、継続の選手がだって、 今川君だけでしょう <laughs> すごいよね、これもね。うーん。いや、すごい、これもすごい、大改革どころか、もうね、はい、本当に全然違うチームになっちゃってるんで。うーん。そう、けど、今川君しか残ってないじゃん。そうね。あ、野本選手って出てた野本選手出てた出てないんか、まだ。うんうん。なんか出てるのかなと思ったけれども、出てなかったのか。うんうんうん。 なんかね、シガはたまにね、なんかこの、一回投稿したのを消したりとかするんでね、なんか、なんかちょっとね、なんか前もあったんだよね、ま、に前昨シーズンもなんか、なんかリリースがちゃんと載ってない、リホームページに載ってない選手がいて、何2人ぐらい、うんうんうん。いやー、ちょっとね、シガは、まあ、ちょっとどうなるかわからない。<laughs> ちょっと正直どうなるかわからないっていう感じではありますね、はい。 OK, 次行こうか。京都ハンナリーズですね。ジャメル・アーティスというね、新外国籍選手の獲得を今日発表しま,し,ま,し,ました。<laughs> はい。えー、まあ、この選手も、えっ、ー、とー、ね、NBA の経験があるということで、うんえー、とー17シーズンから、えー、サマーリーグ行って、えー日 オーランドで、えっ、ー、と、サクラメント、クリッパーズみたいな感じでね、まあ、G リーグと NBA 行ったり来たりしてるみたいな感じの選手で、えー、昨シーズンはリトアニアとフランス、その前のシーズンはフランスリーグでやっていたという選手ですね。はいえー、でさここれこの間 話したんだけれども、うんと、あ、そうそう、ロスター決定ですね、経済部計算。そう、あの、京都ね、これでロスター決定ですって、今日リリース出てたんで、これでもう、あの、増えたりとかしないんで。まあ、後で京都会やろうかなというふうに思うんだけれども、はい。いや、そうだね、うん、うん。なんで、ちょっと、あのー、いや、ね、この間、サイモンがさ、あのー、ゆうちゃあれだけれども、さ、ちょっと年がね、いってる部分があるんで。まあ、バックアップの、ね、あの、インサイドの。 選手入れた方がライスみたいな選手よりかはバックアップのインサイドみたいなイインサイドの選手をね入れた方がいいんじゃないのかなみたいな話をしていたんだけれどもいやーこのねアーティスっていうね選手えバリバリのねウィングの選手ですねババリバリののウィングの選手ですねはいあのハイライト見ましたけどもピックアンドロールも全部あのハンドラーでしたねボールマンでしたうんスクリーン全然やってなかったんで 2m1cm かな2 m 1 c m 9 8キロなんでえーと B リーグのね登録は SFPF なんで3番4番って書いてあるけどもあの海外のね NBA とか G リーグとかあと他の、ね、国のね 登録みたたな2番3番3になってたんで、えー、バリバリウィングの選手っていう感じなんで、まあまあまあ今、まあなみのあるところで言うとビフォードとか、えっ、ー、と、ピークみたいな感じなのかなっていうふうに思うんで、うん。まあそれ考えるとね、あの、ちょっと、えー、インサート方がサイモン、ハーパー、えっ、ー、と、長吉くんの3人で回さなきゃいけないっていう感じになっちゃうんで、 はいえー、なんか仮にね、ちょっと誰か怪我とか、ファールが混んだとかってなるとね、うん、だからまあ、サイモン、ハーパーはまた30分、えー、起用コースなのかなっていうふうには思うけれどもね。うん まあ、でも、なんだろうね、その得点の部分で、えっ、ー、と、サイモンとかね、結構、本当一人で取るしかないかった、みたいな時もあったじゃないですか。うん。まあ、それに比べたら、だいぶこのアーティストは、えっ、ー、と、うんとね、ごめん、フランスリーグのね、平均しかちょっと見てこれなくて、13.3得点、4.1リバウンド、1.7アシストなんでね、うん。まあ、多分リーグのそのレベルのありにもよるとは思うんだけれども、まあ、日本だったら、多分二20点弱、18点とか17点。 点平均ぐらい取ってくるかなっていう感じもあるし、えー、2メタ1センチあるんでリバウンドももうちょっと取ってくるかなっていう感じがするんでね、うんまあ、プレイタイム次第だかなっていうのは思うんだけれどもでもやっぱりね日本人ビッグマンがいないとこういう選手って使いづらいんで長、まあ、吉君の存在が本当に大事になるよねっていうね編成になりますよね。うん まあもっとでも若い選手も多くなったんで、まあ、この間話してたように、えーとね、若い選手が多いから、えー、とそのメンター的な、ね、ベテランポイントガード欲しいよねって言った時に鈴木達也が来たので、まあ、寺,寺島君がいなくなりはしましたけれども、はいえー、まあ彼よりもなんかまたちょっとね、えーと若、若手を引っ張れるような選手が来たんでよかったなっていう話はしていたけれどもね。はははははいはいはい、はいい えー、ごめん、一人でずっと喋っちゃった。うんうん。知念さん、サイモン長吉アーティストの大型ラインナップ。まあその、その時間帯も多いでしょうね。うん。な、キカ選手ね、だから島根みたいにさ、ビフォードみたいな選手がいて、いればえ、ビフォードがいるのであれば、あの、ニカみたいな選手がいるとかさ、えっ、ー、とね、あの、 えー、宇都宮で言ったら、えー、ロシターがいるから、まあ、ピークも使えるみたいな感じであるのは理想ではあるんだけれども、まあ、ちょっとね、うん、長吉くんが別に悪いという意味ではないんだけれども、えー、ちょっとね、アーティストの使い、アーティストの使い方、どうしたらいいのかなっていうふうになる部分ももしかしたら出てくるんじゃないのかなっていう感じですね。はいはい。素直さん、最後にもっと頑張れってことかな。まあ、そういうことだよね。うん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 。 そう、寿司のデザサイモン・ライキも国士長吉さん頑張ったし、ほんと長瀬君の頑張り次第っていう、頑張りし第すか、頑張りが大事っていうね、このロスターになりますよね。うん。はい。 いやー、トランキルさん、シューターは誰がうまいシューター、シューター、シューター、ウッチーじゃないウッチー、ウッチー、シュート打つよ、はい。ウッチーはシューター、シューターなんで、はい、ウッチー、ウッチーシューターっていうか、まああの、スコアラーなんで、ウッチー頑張ってほしいね、本当に北海道の。北海道の人間、北海道の人間じゃないけど、北海道の人間としては。はい、うーん、<laughs> そうですね、はい。 はいはいはい、なんかね、すごいリバウンドとかもハッスルして取りに行ったりとかしていますし、うん、なんかそういうしっかりね、献身的なプレーはできそうな選手だな、だから日本じゃ合うんじゃないのかなっていうふうには思うけれどもね。はい しなさんそう細川君もねすごくいい選手で、はいまあ、なんていうか、上部大だっけ、上部大、群馬のね、あのあんまり強くない、えーね、大学から、はい b の選手になったっていうね、あれなんで、うん頑張ってほしいなっていうね、はい、感じがします。はいはいはい。OK。皆さんぜひグッドボタン押していただけると嬉しう,れう,れうれしいです。<laughs> 嬉しいです。<laughs> 何人だ俺今なんかちょっと今もしかしたら今ジャ,レジャメルアーティストがなんか乗りつったかもしれないジャメルアーティストが乗りつったかもしれないやばかったな今はいはいちょっと今おかしな感じになりました、はい よし。じゃあ、行こうか。あとね、今日は B1 はあと1ーチームですね。はい。えー、っと、ニッカー・ウィリアムスの、あ、シマネスさんのマジックはニッカー・ウィリアムスの契約継続を発表しました。ずっとね、継続選手がこれで、2、4、8人。うん。まあね、ビフォード、さっきも言ったけど、ビフォードがいるから、はい。あの、 何えっ、ー、と、ニカがねい、ニカがいるからビフォードが生きるっていうのが本当にあるんでね。で、今シーズン本当、まあ良かったじゃないですか。うん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 。なんでまあね、ちょっとこの後どうなるか、どうなるか、どういう選手が入ってくるか、まあ毎回言ってるけれどもね、なんかいろいろと話があるんで、ちょっとどうなるか分かりませんけれども、まあ、なんつうの、まあいい,い,い,いい方向にチームは進んでるなっていう感じの継続。あと山下選手と、えっ、ー、と、橋本。 な脇選手かな。うん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 。はい。えー <laughs>。 何何なになにお寿司のネタさん、今日の相撲さんの京都の時の滑舌すごくないですかって悪いってことね。<laughs> ラブバスケットボールさん、ありがとうございます。今から見ます。はいはいはい。お寿司のネタさん、そう、2価残ったのは小坂選手ね。昨日発表ありましたけど、小坂選手の残留も納得です。うん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 。はい。えー、あさってのジョーさん、2価は良い。はいはい。エモイさん、明日は誰だそうね。こう、毎日1人ずつね、発表していくっていうふうに言ってるので、まあ、決まっているのかなっていうふうには思うけれどもね。 ね、うん。皆さん、重厚症になりた方が継続になるのでしょうか。まあ、多分、今の段階で、えー、っと、早めにね、あのー、 移籍が分かってる人はね、デモンもそうですし、えっ、ー、と、杉浦もね、すぐにあの対談ということをね、リリース出していたので、はい。まあ、うーんと、どうなんだろう、橋本選手、山下選手はどうなのかなっていうのがありますよね、はい。まあ、あと外国籍は一人ね、新しくどの道引っ張ってこなきゃいけないので、うん、あとどんな外国籍があるのかなっていうのがね、えー、気になるなっていうふうに思ってますけれども、はい。 あとそうだね、銀河さん、ヘッドコーチがね、まだ決まってないんで、うーん、どうなるのかなねえどうなんだろう。うん、河合さんが続けてやるのかな、やっぱり。うんそれねこんだけ継続させたんだったら、それが一番いいとは思うんだよね。うーん、はい。はい、は,はい、はい、はい。あー、ちょっとなんか今、鼻がムズムズしてきたわ。はい、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 はい。よいしょ。 皆さんぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいです。やーっとあれだね。えっ、ー、と、よいしょ。<laughs> うん えー、だから、ビューフォード、トラビス、まあそうだよな、ビューフォード、トラビスがいて、ニカがいてってなると、ある程度これで、まあ、5割までは勝てないけれども、4割5分4割ちょっとは勝てるんじゃないのかなっていうチームにはなりそうな気がするんだよね。うん、まあでも今シーズン西もね、ほんと良くなってるんで、えー、ね、広島もそうだし、うん、まあ3円もね、今日はやらなかったけど、面白いチームになってるんで、はい。まあそういうことを考えるとね、結構、あのー、面白いかなっていうのはやっぱりありますんで、うん、 まあどこまでこう島根が勝っていくかっていうのもちょっと見ものだなっていうのはありますし、はい。いやトランキーロさん、河合さんね、ヘッドコーチやってほしいよね。はい、けノさん、ジャマールソープ。ジャマールソープは本当、切り札だから、<laughs> あの開幕時には、えー、どこのチームとも契約しないんだけれども、えーと、気づけばね、1シーズンで3チームね、渡り歩いてるっていう感じなんで、うん。はい、はい、はい。 コブさんいやこれは地区間で勝ち越すまではあります地区間で勝ち越すってどういうこと地区間で勝ち越す地区地西地区同士だと勝ち越すでも東地区には負けるって言うとやっぱり4割ぐらいなのかなっていう感じになっちゃうかなと思ったんだけどどうなんだろうねうんはい、えー、大木さん来シーズンは西地面白そう宝さん外国籍継続できたのは大きいですよね島根いつも引っこ抜かれる夢そう島根はね本当にいい外国籍を連れてきてははいあの <laughs> ねえー、みんな、えー、他のチームに行かれてしまう ってていいうのが続いてますんでね、はい、ロス・コアーレンしかり、エチェニケしかり、はいえーと、ロバート・カーターしかり、えーうんまあねまあ、古くは何、えー、とジョシュ・スコットとかさ、はいろいろいましたしね、ブレンダン・レイもそうだ、はい、ギャレット・スタッツもそうだしね。うん、いやーそう考えるとね、ね、まあ、今シーズン2人残せた、ね、まあ、横浜も、ね、2人残したって。 大きいしね。うん。まあちょっとね、北海道は総入れ替えだったので、ちょっとあれかなっていうのはありますけれども。はいはいはい。うん。お寿司のんジャマルソーパー1年で日本旅行、そうね。うん。えー、<laughs> ジャマルソーパー引退まで30くらい目指して所属してそう。それはすごいよね。うん。小田さん、堀田さんはヘイトコーチーいかがでしょうか であれホッティって昔やってたっけ島根のヘッドコーチ。金沢の前ってどこやってたんだっけあれなんか全然ピンとこないな、ホッティの経歴が。うーん。よいしょ。はい。えー、えーと、エチェニケとロスコ・アレンは島根でチームメイトで、えーと、あれ、B1 から B2 に上,上がって、 た時に B2 そうだよね b 2から B1 に上がったときに2人とも移籍しちゃったんのかな。うん。あ、そのスカレンは群馬に行って、エチェニケは、えー、と広島に行ったっていう感じかな。うんうんうん。あ、ジョシュ・デイビスもいたね、フォレストさんね。そうそうそう。川崎に行ってね、その後茨城って、そのままなんか知らぬいま言いなくなっちゃったけれども。うん。いやー、あーああああ <laughs> トランキーロス <laughs> じゃまるそっプは B1 チームコンプリートするまで引退しません。なんかね、帰れまって、みたいなやつでね。うんうんうん。はい、オッケー。じゃあね、ちょっと今日はもう B1 これで終わりにしまして、えっ、ー、と、B2 ね、ちょっとだけ話して今日終わりにしようかなと思ってます。まずね、えー、ズボンさんの地元、埼玉県のね、はい、えー、越谷アルファーズですけれども、まあずっとね、あの、この、このズボンのバスケのニュースの中では使ってなかったんですけど、まあちょっとね、ずーっと継続の選手を一人ずつ出していて、で、今日からね、 新規の選手、新獲得のね選手ってことで、松山も旬だよね。松山も旬でいいんだよね。はいねえー、獲得しました、うん。FE 名古屋からね。はいで、まあ、ブラッキンズ、バーツっていうね、やっぱりここをすごく、えー、でかかった、えー、2人がね、まあ、継続したのが大きいし、まあ、ヒンクルはねもう出ちゃうことがほぼほぼ決まりみたいだけれどもね。うん いやー、バッツ・ブランキンズがいる段階で強いですし、まあ、ポイントガードね、畑、えー、山、春季、二ノっていうね、まあ、B1 経験している二人もいるし、えー、そこにね、松山くんっていう、またこれまた、えー、いい選手が来たっていうことでね、まあ、すごいなんか安定、より安定しそうだなっていうね。で、越谷は今シーズン B1 ライセンス持っていなかったので、えー、仮にね、2以上になったとしても B1 には上がれなかったんだけれども、まあ、本番は来期かなっていうのがあるんでね、うん。まあ、それを考え、 考えるとちょっとねえー、まああとあと1人あと2人あと1人か2人まあ外国籍なのか何なのかわからないけれどもまあ継続路線でいけるのかなっていうのありますよねウェルカムはいメイちゃんをウェルカムって書いてるよねうん松春って読むの困っちゃうあそっか富山にいたもんね松春松春はいはいはい松春松春じゃなく <laughs> すごく気持ち悪さを感じるなその読み方なはい いやー、豊 <laughs> さん、ジャバットね、また来るかね、ジャばットね。うんうんうん、えー。高松さん、最初の方ね、群馬2連勝してました。そうそう、その試合僕見に行ってましたよ。はいはいはい。 えー、まあそうだよね。だから、まあ、どうだろうね。うん、まあ、ヘッドコーチもね、あのー高は、高原さん、高原さんがね、えっと、ヘッドコーチやってたのが、えー、来季ね、えー、アシスタントコーチになって、アシスタントコーチとヘッドコーチが入れ替わるちょっと面白い感じなんで、うん。まあ、どの道その、まあ、コーチ陣も含めて継続路線で、まあ、そこにどういうスパイスが入ってくるかなっていうのがね、すごく、えー、楽しみだなっていうふうに思ってます。うん。 はい。えー、久吉さん。えーと、越谷市民はもっと会場に足を運んでほしいです。会場結構空席もうそうだよね。うんうん。後ろ全部空いてるしね。はい。まあ、そうだね。あの、三河のファンからすると、はい。桜木 JR が、えー、現場監督っていう感じなんでね。うん。まあ、ちょっと楽しみだなっていう感じでありますし、まあ、比較的僕も1時間半かかんないぐらいでね、越谷行けるんで、はい。まあ、来季もちょっとね、たくさん見に行きたいなと思ってますし、やっぱ長谷川智也一番最初に出したけどね、不かいですよね。 やっぱこのチームは明らかに引っ張ってるっていうのがあるんでうん。 いやー、こちらが頑張ってほしいな埼玉にだけね、関東で B1 のチームがないんですよ。うん。だからね、えー、埼玉に B1 のチーム欲しいなっていうふうに思うので、はい。来季ね、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。はい。またね、ちょっと新しい、なんかびっくりするような選手が入ってきたら、また扱おうかなっていう風に思ってるんだけども、今日はね、あのー、まあ、ずっと今まで扱ってなかったので、まあね、松山選手が入ってきたっていうのもあって、ちょっと今日扱わせてもらいました。 うん。はい、はい、はい。あ、立松さん、熊本ね、ちょっとこの間話したんで、えー、ちょ、前のアーカイブス、アーカイブス見ていただければと思います。なんか今日全然滑舌良くないね。はい。まあ、いつも良くないか。はい、はい、はい。うん、まずライセンスだよね。あれなんだっけ体育館の問題だっけもう前めいちゃんに教えと思ってもらったのにもう忘れちゃった。はい。越んは1階の席もうちょっと整備してほしいです。めいちゃんね。なんか全部パイプ椅子で同じ高さだからね、ちょっと見づらいよね。うん。 いやーあ、あこまちゃんね、バッツね。バッツもいたからね。はいはいはい。オッケー。ああ、ちょっと腰が楽しみにしてます。じゃあ今日最後ですね。えー、ファイティングイーグルス名古屋です。はい。えーっと、 ねえー、ルーク・エヴァンスね、静岡から、えー、獲得しました。うん。まあね、昨シーズン昨シーズンか昨シーズン前の段階昨前の段階昨シーズンか,かでね、ええ帰化選手になりましたんで、はい。えー、でね、島根にもいましたし、ね、えー、あの短期契約でね、昨シーズン、あ今シーズンか、今シーズン、うん外国籍のね、えー、特別措置みたいな短期契約でいましたし、まあもう日本で14年からいるんで、えー、長くいましてね、まあ東京 Z とかにいたりとか、越谷とかにもい イケメン、そう困っちゃうイケメン、ルーク・エヴァンス、はい、が、えー、FE 名古屋に入ったということで今日リリースがあったんだけれども気づけば FE 名古屋かなり補強をね、えー、しっかりしてましてまず佐賀から、えー、相馬選手ですよ3ポイントの確率47%、45%超えてたよね、うん、今シーズン B2 で決めた相馬選手、はい、あと今日じゃない、今シーズン、えー、B2 のね、えー、得点を編 ドリュー・ランダルを山形から獲得ということで、えー、それに加えて B1 でね、えー、やっていた笹山選手を獲得ということで、今日ルーク・エヴァンスって感じなんで、まだ、あ、外国籍、ね、2人入れると思うし、うんまあ、日本人選手も結構ねもう重厚賞で出しちゃってはいるので、はい、はいい杉本選手、あれだね、アルティーリに行ったね、うんうん、という感じなんでね。ははい、はい、はいい えーっと、笹山が意外。はいはいはい。そう、洋平さん、そう、笹山入りました。昨日かな昨日だよね昨日だよね昨日リリースがあったのかなうん。名古屋から名古屋移籍。あ、近いのごめん。俺ね、実は、えー、っと、名古屋ホームってね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのね、ドルアリ、ドルアリドルアリだっけドル,ドルフィンズアリーナに行ったことないんで、その FE 名古屋と、あのー、 名古屋 D の,その距,離距離感というの、土地感みたいなのは全然ないんで、近いんですか、みんな。わかんない。ちょっと全然わかんないんだけれども、引っ越ししなくてもいいぐらいの近さなの、名古屋の中でも。うん。ねはい、はい。うーん、近いんだ、KWK さん。へえ、そうなの。全然そっち行ったことないからわかんないんだけれども。 引っ越しいらずだね、そしたらね、本当にね。<laughs> え、あの笹山選手ってその辺出身なの三重県じゃん。<laughs> まあまあまあ近いっちゃ近いか。うんうん、三重県出身なんだね。うん。まあ、えっ、ー、と、笹山選手もね、14年から2、4、6、7シーズン、はい、名古屋にいて、はい。で、えー、初めての移籍っていう感じなんでね。まあ今までは結構、まあ、なんていうの、えー、スターメンで出る機会も多くて、えー、プレイタイムもね、20分台で。 でしたが今期ね、やっぱ斉藤工選手が来た影響もあって、えー、スターメン出場は38試合中1試合だけ、プレータイムもね、15分台で、得点もやっぱりね、5.8得点、まあ、プレータイムが減ってるんで当然ですけれども、うん、まあでもね、3が本当に確率よく入る選手っていうイメージがあるんで、うん、まあもうね、えー、この今、メンツで言うと、うん、かなり、えー、主力として活躍することができるんじゃないのかなっていうふうには思うんでね。はい 名古、えー、屋名古屋さんもともと笹山の実家から名古屋近いです。あ、そうなんだ。三重県でも近いんだ。うん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 。えー、根岸さん、名古屋から三河までいよいよ。そう、三河はね、僕は行ったことあるんですよ。刈谷は行ったことあるんだけれども、名古屋でちょっとね、あの縁がなくて、ちょっと行ったことなくて。はいはいはい。うーん、パパさん、ご近所さん、近いんだ。はいはいはい。 えー、トランキさん近いです。多分引っ越さないでチーム移籍始めてちゃう。そん,そんなことなん、そういう選手もいるんじゃないのなんかよくわかんないけど。<laughs> 移籍したけど引っ越さないパターンってなんか面白いね、でもね。はい、はい、はい。確かに、相田さんね。攻撃的なポイントガードのイメージだよね。うん。はい。まあ、ちょっとね、えー、っと、今シーズン名古屋に、はい。えー、ね、伊藤達也選手も入りますし、うん。まあ、そういったことも考えてね、はい。えー、 えーと、まあちょっと一跡ってなったのかな。ごめんなさい。さっき、あのね、そうそう、ごめん。銀河さん、さっきも言ったんだけど、杉本選手ね、RT に移ったんだけど、ごめん。ちょっと書き忘れてますね。ごめんなさい。書いてないです。申し訳ないです。後で書いておきます。うん。という感じですね。そうそう、マキコさん、FE 名古屋ね、東地区なんだよ。はい。なんか面白くてね、あの、だいぶね、あの、えっ、ー、と、ちょっと待って、今見るね。えっ、ー、と、 そう。FE 名古屋までが東地区。はい。で、えっ、ー、とーね、西宮から西地区って感じですね。あ、スーパーチャットいただきました。松葉さんありがとうございます。何折、ね、クリティカルヒートクリティカルヒートだね。クリティカルヒートだね。はい。はい、松葉さんありがとうございます。はい。えー いつもありがとうございます。本当に応援していただいて、えー、嬉しいです。はい。松葉さん書かせていただきました。ありがとうございます。ちょっとうまく見れないかな、はい。はい。書かせていただきました。ありがとうございます。はい。えー、小田さん、フットワークよい4番取れば熊本やり合える。そうね。 えーっと、久吉さん、ビアティン・ミエってチームが、ビスに上がれば、笹山はミエのチームに移行。それもあるかもしれないね。ビアティン・ミエね、あのあ、あ、あれだよね。え、ランポーレ・ミエっていうのもあるよね。うん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 。ビアティン・ミエ、今あれだよね。えっと、もともとレバンガにいた水口シュート選手がいますよね。うんうんうん。 やったなコブさん、やったなだよね。はい。<laughs> そうなんですよ。銀河さん、そう。FE 名古屋東地区なんで。はい。愛媛との試合数は少ないっすね。はい。はい。はい。い愛媛の話もね、もうちょっと選手固まったやりましょう。銀河さんね。はい。うん。 ということで皆さん今日もお付き合いいただきありがとうございました。ちょっと一つだけ告知させてください。えっ、ー、とね、あのー、今週の土曜日はですね、まあ毎週なんかね、ゲスト呼んで土曜日やってるんですけれども、えー、ずっとね、女子が、えー、2回、3回 ?3 回 ?2 回 ?2 回か続けてね、来てくれましたが、えー、横浜 B コルセアーズの応援ライバーをやっていた、シャチク・オニールさんっていうね、よきよ B コルよきよきチャンネルっていうね、あのー、のやっていたオニールさんが来てくれます。はい。 で。ね あの、おにるさんね、あの、結構、にぎわしてて、なんとか賞をね、あの、応援ライバーでもらっていたので、はい。え <laughs> へおにるさん、すごく面白いんですけれども、あの、ライバーで、ライブではね、ラインライブでは面白い人なんだけれども、多分、あのしっかりね、あの、ビーツじゃねえや、えっと、なんでビーツっていうのビーコルのね、話をね、えー、したいと思うので、はい。ぜひね、土曜日皆さんも集まっていただいて、今シーズンのビーコルとライキのね、ビーコルのつはについて、まあ、よきよきとね、話したいな、というふうに思っているので、 皆さんぜひお集まりいただけると嬉しいです。はい。で、もう一つすみません。ちょっと大事なお話させてください。えっ、ー、とね、あのー、僕、これ、毎日もう何、何日くらいやってる ?20 日くらいやってる ?20 日までいかないか。えー、毎日ね、もうこの夜の10時にやっていて、本当皆さんにね、なんか生活の一部になってますとか、日課になってますとか言っていただいて、本当にね、えー、嬉しいんですけれども、ちょっと来週ね、僕、出張がありまして、 あのどうしてもライブができないっていう日がねできちゃってなんでちょっとその日はねプレミアム公開っていうのがあってあの要はライブ配信みたいにチャット機能は使えるけれども録画したコンテンツをえー10時から配信みたいな感じでできるんでまあ一応取りためといてそのできない日には10時に配信して一応皆さん日課って言っていただいてる以上ねちょっとやっぱやらないわけにいかないなってちょっと思ってる使命感がちょっとありますんではいなんでえっとちょっとそういった形で やって、まあ、何個か、ね、ネタ考えてはいるんだけども、一つね、あのー、皆さんの質問に答えようかなと思っていて、はいあの、全然バスケのことでもいいですし、バスケのことじゃなくても全然いいんで、はい、あの質問いただけると、その質問で、ね、できる限り、まあ、答えられる質問に関しては全部答えるっていう、ね、質問を受け付けようと思いますので、ま,あ、まずはこの、ね、動画のコメント欄に何か質問いただけると、えー、と一応今度の日曜日、27日の夜の,夜の、ねえー、と23時59分までにいただけると、 えー、次の日の、次の日というか、えー、なん、次の日じゃない、なんだっけ、えっ、ー、と、その、来週の、その、生配信できない日には間に合うようにできるとは思いますんで、うん。まあ、質問をいただけると嬉しいな、っていうふうに思っています。777、7七七8さん、ウィリアムズ日課ね。はい、は,はい、はい、はい。そう、なんでちょっとね、あ、えっ、ー、とね、岸太郎さんごめん、来週出張はね、木、金、土なんでね、あのー、 ダイナーの収録だけできないかなと思ってます。はいはい。なんか急にここで業務連絡始めちゃったけれども。うん。そ明日話そうかなっていうあさって話そうかなと思ってたんだけども。はい。あの、エクストランパスはできますんで大丈夫です。はい。えー、っとね、なんそんな感じなんで、えー、っと、申し訳ないんですが、もし質問いただけると、それに答えたね、あの、ものを録画しておいて、それを10時にね、配信するっていうふうに考えているのでね。 ぜひ質問いただけると嬉しいです。多分今まだチャット欄じゃないやコメント欄空いてないと思うので、これ終わったらコメント欄が開くと思いますんで、コメントで何でもいいのでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。えー、じゃあ皆さんそんな感じでね、えっ、ー、と、今日も終わりにしたいと思いますが、帰る前にね、ぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。でね、もし感想とかは、あ、え、あ、ー、ね、シャープ、シャープじゃない、ハッシュタグズボンのバスケでね、あのー、投稿していただけると喜びます。よろしくお願いします。 はいえー、だ今日はね、あの、いつも注目選手書いてとかさ、なんか昨日はね、好きな豆腐料理書いてとか、すごい適当になってきてるんだけども、今回はね、あの質問を書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 はい、えー。何でもいいっすよ、本当に。ズボンさん体重何キロですかとかね、ほんとね。ズボンさんの、えー、眉毛はなんでそんな変な形してるんですかそんな感じで大丈夫ですんで。はい、えー。ぜひね、いただけると嬉しいです。皆さんありがとうございます。じゃあまた明日もね、きっとやるはず。はい。えー、やりますんでよろしくお願いします。はい。お疲れ様さ。バイバイ。ありがとう。まったね。